皆さん今日もハッピーにいきましょうということで、今日は朝から、ハッピー回帰のワークをしました。そのハッピー回帰の体験談、佐藤康之先生のハッピー回帰の体験談を話していきたいと思います。5分15分間の中で、ハッピーなこと、幸せなことを、どん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 5人組6人組で、みんなでペアになりながら、今日私はこんなことが幸せでした、私は幸せですと言ってから、今日こんなことが幸せでしたと言ったら、みんなでやったー、嬉しい、あれよかったねーと言って大喜びするワークになっております。これを今日朝からずっとやってたんですけど、本当にテンションも上がるし、元気になるし、細胞が活性化されて、みんなが笑顔で一つになれるというワークなんですね。ぜひ皆さんもやってみてください。心の奥から奥の底から笑いが引き上げてきて、みんなで笑い合う、共感して笑い合うっていう体験って本当になかなかないと思うんですけど、本当に一瞬でみんなで一つになれるっていう体験は、家族でも知らない人でも知ってる人でもみんなで、できることができるので、皆さんもぜひぜひトライしてみてくださいね。そのハッピー会議のワークをしていたらですね、典型のようにですね、詩が浮かびました。ハッピーな詩が浮かんだので、皆さんぜひ、聞いてみてください。みんなの幸せ一つになって、みんなが笑った、みんなが笑った、みんなの思いが重なり合って光になった、光になった、人生の喜び、悲しみ、苦しみも魂の輝きになった、成長になった、夫の優しさ、思いやりが一つになって役割が分かった、役割が分かった、君たちが生まれてきて私は虹になった、虹になった、みんなの笑顔の花が咲く、桜の花が舞うように、光の中で私たちは生きている、無限に真我の花が咲く春、うららかな今日この頃、幸せと感謝と愛を込めて、皆さんいつもありがとう。それではまたお会いしましょう。ハッピー。